始めます。バーはい、開幕が、ショーン VS ネックロット、なかなかよそのゲーセンでは見ない組み合わせですなというところで、今日は16人のシングル大会です。はい、ショーンが、ドラスマさあネクロボールから、おっとっと、さあキャノンで追い返す、ああ対空電磁、距離あれば拾えるんですけど、さあいい位置からショーンパチキ、ちょっとおっかないジャンプだけ、ここも当たる、やっぱりさすがにリーチは長いですね。ボールを巻き込んでいく、ナチュラルにね、ゲーム内にボールを組み込んでいくのはやられる側は結構ドキッとしますね。さあ後ろ投げ、壊していく、これは漏れちまって画面端に入れ替え、コパン中肘、コパン中肘、まあ落としても大丈夫。さあモノコさん、ネックロしっかりいるときに出てきますね、今日活躍しております。まずはブバさんが1本、どんぶりのランからジャグラーになった、どんぶりのラン今日はどんぶりのラン収まってます。資産警察いるのかしら今日。ボールが画面中央に不要って押してきました、ね、この何でしょう、あの船着き場風が強いのかしら。さあ中肘からのファング、タッチくらいだとね、つながらないのでしっかりしゃがんどくの結構重要ですから、あのファンが一発で普通に試合ひっくり返るんで。ドリルから中肘、後ろ投げ、ボールからそのセットプレー的にどのボールが埋まるのかどうかもよく分かんないからな、これ空対空なんだ残ったボールを自分で中盤で打ち落として、指角中足、対空電磁3ヒット、おしゃれ中パン当たらずだが、あーここはバックジャンプからドリル、さあ後ろ投げ、ブバさんがリーチかけてますが、これはまず1本使ってこれは重なっている、画面端にしっかり追い詰めて、だが中肘力で切り返す、後ろ投げ、ショーンパチキしっかり立っている、ボールからもう一回パチキ、さあタイミングがわからない、今度は EX タックルでなかなかにトリッキーですね。いる、こんなボール投げるゲームだっけ、違う気がする、でもいきなり投げられると結構どうしていいか分かんないよ。ドリル前線くぐっている、そう時間かかる試合になってきましたが、あー後ろだけ残らない、これで1-1、さあ最初ラウンドどうなるか、お互いゲージはあるので触りに行きそうですが、昇竜キャノンがちょっと当てるのが難しいですね、画面端以外とかだとこういう当て方はともかく普通の人格に系はちょっと当てにくいんで、とにかく初段のね横のリーチが短いので密着からコワコワとかそういうやつなのかな。さあグラップ、指脚もいきなり出されるとそうね、こういうのねさあ画面端キープは、ここはそうショーンの飛びもね意外に厄介というか、慣れるまでね結構頭バグるんですよね、初速と後半のなんだろう横ベクトルの動き方が全然違うので、
その毎回ね風に煽られてみたいにふわーっと途中からねなんか横の推進力がなくなるんですよショーンの飛びこれめくりの軌道だよな飛んだ位置的にとなったら全然目の前降りてきたりとか、まあ、慣れっすねこれは本当に。あトルネードジャッキーから大肘入れるしっかり、あーお見事中肘エレク。さあこれはライトル、なるほど後ろ投げ、背面やられた時のファング投げですね。さあ再びブバさんリーチ、チラシ飛びが通るがセーフ。飛びが通ってもね、なんだろうね、前が開くとね多分キャノン繋がんないからね難しいね。さあ大肘当たらずだが小足ジャック取る、大肘ここは打ってきた。さあどうするボールからてかタッチューバーの方が先に入るのか、しっかりガード、わーっとなかなか掴められない、レンジ置きラップ指逆ブロリにくい、ドーラスマーノーマルバージョン、さあかなりネクロ後輩がどれより一発ぐらいになってきたな、なってきたかな。だー電磁で迎撃勝ったのはブバさんの